自民党の茂木幹事長は先ほど茂木派についていわゆる派閥は解消すると述べつつ政策集団としては存続させる考えを明らかにしました我がグループもいわゆる派閥としては解消し新たな政策集団とに脱皮していくと茂木氏は党の政治刷新本部での改革案に沿いお金と人事から完全に決別するとし モテギ派を政策集団として継続する方針を表明しました。解散を決定した他の4つの派閥とは一線を画した形です。